こんにちは浦田健です、えー、今日はですね2016年の総括をしてみたいと思います記憶を蘇らせながらこの1年を振り返ってみたいと思いますけれどもいやー2016年はですね、えー、非常に世界中を飛び回りました、えー、ちょっとカウントしてみたんですけども、えー、66回飛行機に乗ったのがで前総マイル数は14万マイル地球をですね6周分ぐらいですね でえー、総飛行距離は376時間、これはあの、えー、飛行機に乗ってるだけの時間ですので、その前後、空港にいる時間を前後3時間とするとです、ねえー、サブ6、サブ3、4、21、あと200時間ぐらい足すことになりますので、えー、600時間近く飛行機、空港にいたということになります。8カ国行きました で、えー、何をしていたのかっていうと、もちろんそのプライベートで旅行というのもありますけれども、メインはスリランカのプロジェクトです。えー、この1年にかかりきりになった1年と言っても過言ではないかなというふうに思います。えー、おかげさまで7月にローンチを無事いたしまして、200個以上現在までに売れております。それからフランチャイズもですねこの年の瀬、えー、ギリギリになって決まりまして、まあ、大手の三つ星スタークラスの フランチャイズチェーンが決まりましたということでかなりあの私的にはチャレンジングなことをした1年になります、えー、まあ浦津さんあのよくですねあの投資家の方から浦津さん不動産投資家としてもう非常に長い経験をお持ちでしょうけどもどのぐらい持ってるんですかとかですね悠々時力ならもう働く必要ないんじゃないですかとか言われるんですけどもあの正直のところ私あんまり不動産に興味がありません。 えー、不動産に興味あるというより不動産が得意なので不動産の分野で、えー、分かりづらいことを分かりやすくしたり新たな価値を作っていくということに一番のモチベーションがあるんですねあとはチームと一緒に何かを成し遂げるということが非常にあの自分の中で、えー、価値観が高くてですね お金がああるるからといってリタイアするつもりりは全くありませんしやっぱり、えー、稼げる人間というかビジネスを作れる人間というのはビジネスをこう起こしてですねやっぱり人を雇用してなんぼだというふうに思ってますしやっぱり社会を変えてなのであの自分だけの資産を増やすことに全くモチベーションを感じないので、えー、ご縁のあるものだけ売ったり買ったりとかいうことを管理をしたりということをしているわけなんです。 まあまあそれは私の価値観なんでそれぞれあると思いますけれどもやっぱり多くの不動産投資家の方に言いたいのはやっぱりそれを稼いでですね、えー、じゃあ何に使うのっていうことを私の方からこう振った時に大体多くの人はフリーズしてしまうで何かをしたいというふうに答える例えば旅行をしたいとかって答えるんですけどももうお金的には十分あると。 あとは時間をどう確保するかというまあ専業の大家さんになれば時間を確保できるわけですけどもあの実際にはもう実現できているわけですよねその規模を拡大していった先に何があるのかっていうのはそれは言った人しか分からないかもしれませんけれどもでも忘れては欲しくないことはやっぱりそうやって能力のある人はですね やっぱり社会に対してて社社会会性を持ってですね、と関わりを持って何か社会の変革自分のやってきたスキルを生かして社会をより良くしていくようなそういった活動をしてもらいたいですしだから稼いだお金はですね使ってなんぼだというふうに 私は考えておりますので、えーまあ、もちろん雇用をしたりとかですね自分の娯楽に使ったりとか誰に何も言われることもない筋合いもないと思いますので楽しく周りと分かち合ってですね、えー、使えるようなそんな、あのー、活動をですね えー、していっていいいっただければなと思います、えー、ちょっと海外にですね私も出ていろんな思うことありましてですねまだまだあの日本の常識では、えー、通じようしないような国もたくさんありますけどもそこがむしろあのチャンスがあると思ってますしどんどん海外に出てですね えー、私も2017年からチャレンジしていいいきたいと思いますまずはメインは、まあ、スリランカでもっともっとそのビジネスを広げていくということですけれども、えー、少しでもこのミニセミナー私のチャレンジをですね見ていただいて勇気を持って頂ければいいでしょうよし俺もやってやろうというふうに思っていただける方があ1人でも2人でもまた2017年増えていけばあのとってもあの私は嬉しいかなと。 といいう,うに思います2017年は、えー、ちょっと封印していたレース、レーサー、浦田健も復活しようと思います。ぜひですね、私のチャレンジを楽しみにしていてください。そして、えー、あなたも、えー、ぜひ2017年は、2016年になかった自分の発見するですね、チャレンジをですね、ぜひ一つでも二つでもしていただければというふうに思います。2016年。 えー、このミニセミナーをご覧いただきありがとうございました。2017年も、えー、毎週更新していきますので、えー、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、良いお年をお迎えください。